はい、皆さんチュース。はい、ですね、今回はですね、まあ前回まあボロクソにねラグ落ちとまあいろいろあったんで、まあね今回はねまた新しくなんかね気晴らしに何かしらテーマできたらなと思ってまして、はい、まあ何かしらテーマする動画になると思います。はい。でちょっとね今回ちょっと皆さんにお披露目したいんですが、ここね前回いい土地だなと思ってなんだマーキングしてた場所なんですが、まあなんとか丸々2日間かけて建築しました。それがこちらです。じゃあじゃん、見えないね見えないね。うん、まあこれから降りていくとほら見えてくる、これです。はい、このアークらしい三角形のね感じで拠点を囲ってですね、で周りのモリモリをねモリモリを、また囲って、そこら辺でラベージャーたちをね放っておいて、で出ても大丈夫なようにね何こうやって輪っかをね恐竜のなんか出ないやつをやって、で拠点はねこの三角形の感じ、これですね、こんな感じになっています。はい。でこの前テームしたねティラノさんもしっかりいるっていう形でね、はい、というまあそんな感じですね。で一応ねトゲで囲って柱でね線を引いてる感じなんで、まあ小型中型は入れない感じ、うん、にはなってる。ただ大型は入ってこれちゃうね。だからなんかティラノとかそういう大型が来たら拠点襲われますが、まあ襲われてもね拠点は壊れない仕組みにっていうかね、鉄だから壊れないし、まず生物はみんな中立にしてあるんで、別にティラノくらいどうってことないんで。というわけでね、まあ、アウチアウチ、なんかね、何かしらテームしていきたいかなと思います。なんかラグいな。ちょっとだけカクつくな。ここら辺さ、結構、ね、前回も言ってたけど、結構、いい場所なんだよね。だいぶ。生物も多いから、お肉とかね、食えるし食えるっておかしいな。今どこなんだろう、今ここら辺なんだ。なんかぼやけてんなすげえ大木すごくない？あの下ってなんか拠点作れたりすんのかな。なんかダンジョン的なものになってるわけでもなさそうですね。一応今回もね、このハンマルに乗ってね、今回も探索していく感じになりますね。探索していく。ん？ん？ギガノ島？え？録画してるよね。うん、してるね。あれ？ギガノ島となんか洞窟っぽいのがあるよ。あれ、ギガノ島？ギガノトサウルス、オス15レベル。スタックしてない？なんならスタックしてないか？ハマってるよね、あれ、完全に。近寄ってみる？ちょっと。あ、メレーが低い。あ、突っかかってる。あ、突っかかってない。危な。15レベルでも噛まれたら半端ないダメージ出るぜ。お、ギガノト超久々に見た。やっぱクリスタルアイルズでもいるんですね。おお、ちょっと待って、洞窟気になる。守護神してたもんね。ここ何、洞窟なん？お、マジで入れた。ギガノトが守ってたエリア。待って、入りたい。後ろにはギガいる。おお、入れた。え、すごい。おあ、ちょっと怖え。これ。何？あ、抜けるね。抜けれるね。おお、また綺麗な景色じゃない？これ。あ、洞窟になってるんだね。なんかプシューって吹いてる。プシューって吹いてるよ、これ。何？あ、ガスボールこれ。あかん。
おお、ガスボールだ。ガスやん。ガスは出るし、水晶あるし、洞窟だし、よくないここ。柱立てられちゃってる感じですか。ちょっと降り立ってみようか。降りれない。降りて。見たところ柱は、え、なんか俺の体すんごいテッカテカなんだけど、え、やべえ、なんかボディービルダーみたいな感じになっちゃってる俺。すごくない？なんかオイル塗ったくりましたみたいな。うわすげえ、すべてがテカテカしてる。しかも柱が一個もない。え、待って、ちょっと一回さ石取って、あ、これは木取れないんだ。なんかちょっと建設してみてさ、ワンチャン作れるんだったらここサブ拠点でいいんじゃないか。見つかるの早くない？サブ拠点。あ、あれいけんじゃね。いけた。あ、石だね、石。あれ、ここら辺大木が、これ。お、いったいったいった。で、こんだけ取れればいいでしょ。いや、にしても体テッカテカやな。マジでボディービルダーパイセンじゃないかよこれ。で、ちょっと一回柱作ってみて。置けるのか。あ、あ、俺持ってたわ。なんか持ってたわ。え、立てれるくない？あ、穴場すぎないこれ。あー、顔がえぐい。顔がえぐい。ここやばくね？ここ、穴場すぎない？ちょっと待った。地図確認。すごい体テカテカしちゃうけど。ここ、ここですね。66の69ですね。に、洞窟があるんですが、取れるね。これ取れますね。マジか。てか、まだ全然このサーバーなんていうかね、場所が漁られてないっていうか。やば。こんないい場所空いてるの、洞窟。でけえし、大型生物置いたって何のそのって感じだよ、ここ。ガスボールもあるしな。最高じゃねえか。てか、その前に、ギガノトだよ、ギガノト。15レベだけどさ、テイムって早いのかな、15レベだと。俺、あんまり、昔さ、エクスティンクションいただき、転送が解禁されてないときは、ギガノトをテイムしたんだけど、それっきりなんだよね。あれ、ここら辺だよね、ギガノト、さっきいたの。ここだっけ？ここら辺で穴があって、そうそう、これがあって、守護してたんだよね。どこ行った？ギガノトは？あ、いた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 。なに、このエリアだと湧くのかな？ギガノト。おお、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 待って待って。わあ、怖いんだって。よし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 。じゃあちょっと、トラップを作ろう。トラップを作って、ちょっとあいつ捕まえてみようぜ。うん。気晴らしにさ、ちょっと前回いろいろ失敗したから、ちょっと今回はちょっとね、どでかいのテイムしてみようよ。うん。疲れた。ちょっと疲れた。ああ、確かギガノトってさ、なんかめっちゃ麻酔やと麻酔薬が必要じゃん。ああ、めっちゃ、かれこれ3時間くらいか。用意で3時間くらいかかったよ。あれは？タラペーヤスパイセン？あ、違う。ケツアルコアチョ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 。72レベル。あ、なかなか美しい色。なんかあれはあれだよね。なんか拠点を背中に乗っけることができるんだよね。乗っけるっていうか、建築することができるみたいな。で、確かギガノトパイセンがいたのがここら辺だったよね。いた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 。これでいいんだよね。こいつだよね。こいつじゃないじゃん。違う全然違う。なんだったら草食。肉食でもなんでもない。あれ、どこら辺だったっけ？場所わからんのよね。あ、あったあったね。あそこのプチ拠点みたいな場所の近くでこっちに行くと、洞窟があって、で、その近くにギガいた。あれか？違う、キノコ。待って、一回ボックスを作って。で、
最初の2個の門はもうすでに立てておいて、ここでいっか、ここに大きくドーンと、ここら辺に立てて、これ壁があったらワンチャン三角形状にすれば入るよね。ここに立てるだろ。で門つけちゃいます。でもう一個が、待てよここら辺でこうだね。で多分入るでしょ。これ内側からやった方がいいかな。いや、いっか、いけるでしょ。でこれでまた門を立てます。で内開きにします。そしたらこれは外側に開くから、でこれでやつをこの中に入れて麻酔を打ちまくればいけると思うんだ。上からなんかブス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 打てばね。じゃあ早速やってみましょうか。やつは、あ、いたいたいた、怖え、超怖え。この子 HP3000 しかないんだよ。怖い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 、いって、いやー一発でこれはやばい。どうにかこうにかこの中に入ってもらえませんかね、ギガノズさん。いやー一発でこれか。どこ行った、怖っ。どこだ、あのガタイでなんで消えるんだよ、おかしいだろ。どこ、キノコ邪魔、こう焦りすぎて攻撃する場所ボタン間違えちゃって、お前どこ行った。罠も完璧だと思うんだよね。あれ？いらっしゃらないね。はい、ですね、あれから探したんだけど、やっぱりね、消えちゃったっぽくてですね。で、今、なんだっけ、クリスタルワイバーンのエンバーワイバーンだっけ、なんだっけ、一番早いクリスタルワイバーンをテイムしようと飛んでたらですね、ここのエリアでギガントを見かけまして、で急遽ね、ちっこいけど罠も作って、でちょっと今やってきたんですけれども、確かねここら辺にいたはずなのよ。また消えたとかねえよな。あのね、25レベルだった10レベル上がりましたねで、なんか知らないけど今ちょっとラグってるね。おーおーおー、いたいたいた、あれ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 だよ、あれ25レベルのはず。25レベル、オスギガノトサウルスですね。うわ、一撃で殺してる。で、ね、今回ね、これなんだよ、これ。これでいけないかなーって思って。うん。今、ちょっと作れるんじゃない？これで、ここに、こんな感じで置いて、こうでいいかな。よし。んで、多分このちっちゃい隙間だったら抜けないと思うんだよね。多分。え？俺？あ、びっくりした。で、もう一丁ここに置いて、よしよしよし。で、やってみよう。さあ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 、会いたい。あ、バカバカ、抜けて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 、おおおおおおい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 いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、あ、抜けちゃう、狭すぎた狭すぎた狭す、あい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 、痛い、バカ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 
ウェイ狭すぎたが入った形跡がなかったもんね。大回りすぎるんだよな。これでどうよ。入ってない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 。あと超多いなんだよ。あー入らない入らない入らない。はい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 。プレイヤーでやるか。あ遅い遅い遅い。違うんだよね。 Hey you OK タゲを取った。タゲを取ってここで着地していく。なんで着地せんねん。よしよしよし。えーい方向を変えちゃうんだね。やっぱ狭すぎたのかな。いやでも入るよね。入るはずなんだけど。てか、タゲがちょっとね、外れちゃうんだよね。おおおおうわーいって今思った体力やばい。一回エンバーワイバーに全てを入れて、で一旦離れたところにハンマル置いてギガノトの方が早いかな無理かな無理かな。これハンバルもう死んじゃうんだもん。レベル上がんない。いやこの速度やでいやこれ自殺かな。入ってくれたら勝ちなんだから。まあ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 。いや怖すぎるでしょ。一回撃っちゃおうか。えい遠すぎたか。いやー怖いよー。いやこれ絶対バカだよな。これはさすがに追いつかれるよなここ入らないんかな。入ると思うんだけどな。Hey you, hey you. 今いやー痛え。一撃重すぎだろ。しかも当たってねえんだよな。いやーいやーあと一撃なんだよね多分。失敗できないんだよね。当たらん。行ったね。入るかな。うわ怖い。なんでなんか途中加速すんのやめようぜ。やべ早く。ラグってる。これ終わったパターンじゃね。よし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 。危ねえ。建設に竹がいっちゃったね。一旦避難させよう。ここでいいでしょ。脳筋すぎるかな。いやでも入れば勝ちなんだって。あれだな。あれだ。寝袋を作ろう。寝袋。したら脳筋いけるから。
お前ん中に川がある。川と繊維だっけ。川と繊維。よし。いやー怖えよなー。行くぞ。行きます。あ、セイヤ、あ、セイヤ、セイヤ、セイヤ、ヘイユー、ユー、こっちだよ、こっちやて、こっちだって。いや気づいてほしい、この距離で気づいてほしい。じゃないと間に合わない、あの距離は。怖い。お兄さん、あ、あ、怖い。待って、そっちにはハンマルがいる。どこまで行くんだよこら。気づかれた。いやーこれ終わったパターンじゃね。なあ。クソチャレがー。よかった、寝袋作っておいて。いやー怖えー、怖えーよー。あと1回大丈夫大丈夫、俺だったらいけるって。あそこまで釣ったんだから、いけるいける、余裕のよっちゃんですよ。そんなもう任せて、あそこまで引き入れちゃえばもうもう楽ですよ。回収できる、回収回収、いった、全部捨てて回収して、オッケー、元の位置に戻ってんじゃねえよてめえ。矢が欲しい、矢が欲しい、矢、まあ任せてくださいって。ここにさえ入れればいいだけの話ですからね。えい、 You're welcome。 あれ、え、嘘、ほい、これ当たるでしょ。え、嘘、え、そんなバカな、そんなバカな、ヘイヘイほっ、よし気づいた。だがしかし、はい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 、おい、リーチ長すぎ、おい、もうちょい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 、あと一歩、あと一歩なんだよって。そう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 、 You want my soul。 OK OK。 Oh God、 Oh Holy shit。 今入った入った、今入ってる、今入ってらっしゃる、今入ってるぞ。いける、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 いけるよ、あれいけるよ、出てなかったら、あれ、まあいいや、出てなければ、あ、出てる、出てらっしゃる、川が必要です。川が必要です。ここら辺川が取れるやつ少ねえんだよな。いたー、いただきまーす、いただきまーす、もう一丁、 OK、 32個でこいつでまた30くらい手に入るから60だね。おう、ほい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 、あと一発、オッケー、28かよ。よし行くぞ。あれはいい感じに遠回りしてバレねえように遠回りして、もうマジで遠回り、遠回り、超遠回り、あそこ超いい感じ、あれは崩したくない。なので
もうちょい、もうちょい、もうちょい、もうちょい。慎重に慎重に。いいんじゃないですか？よし。今でしょ。ほい、来たー。 で、もう一度俺に竹が来るように一発打って。はい、当たってない？なんでか知らないけど当たってない？よいしょ。オッケー。よし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 
いやー、皮袋、皮袋じゃねえ、寝袋万歳。皮袋ってなんだよ。くそー、くそー、こんなに辛いんか。うわ、いや、今がチャンス。てててててててれててて、つってんつくてててててでで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 、え、なんでそうなった、なんで、なんで、なんで荷物の、なにこれ、なにこれ、なんか動物の森のあの土に埋まってるなんかスコップでなんかやったらあの埴輪が出てくるみたいな、なんかそんな感じのマークしてんな。化石でも埋まってんのか。いやー、いや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 、ちょうど荷物の場所うろうろされてんだが、いや、いけるか、いける、よし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 、こうこう、荷物捨てちゃう余裕はある、オッケー、よし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 、はいはい、来いって、来いよ。そうだ、叩くな。くそ、くそ、マジでくそ。いやー、あ、気づかれた。おい、届くのかよ。あべ。あ、入った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 よ。いけんじゃね、いけんじゃね。いけるくない？待って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 、噛まないで。待って。もうちょい待って。じゃあタゲ取りとしてこいつ置いとこう。タゲを、そいつをタゲっててくれ、頼むから。俺にタゲ来ないで。目の前に美味しそうなパラサウロロフスがいるよ。さあ、パラサウロロフスを、パラサウロロフスを見るんだ。きたー、これでどうだ、どうだい、きたー、きたー、パラサウロロフス作戦が成功したのか分かんないけど、てか噛んだな。よっしゃー、こりゃいいぜ、きた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 、よっしゃー、どんなもんだい、ヤッフー、さすがに脳筋すぎたね。いや、よかったで、ハンマルをとりあえず連れてきて、で、それで頑張ろう。よっしゃよっしゃ、いいんじゃないっすか、だいぶいいよね、やったぜ。
あっ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 、ゾー、ヘッドショットダメージでいこう。はい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 、早くね。早くね、寝るの早くね。全然使ってない弓。こう寝ちゃったんだけど。待って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 、よいしょ、すぐ寝た。100本打ってないよ。うん、100本も打ってないけど。あ、早い早い、気絶解けんの早い。待った、待って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 、今はない、ありえねえ、ちょっ、ふざけ、おい起きちゃう起きちゃう、起きるって、タイミングの悪さ G 級だろ。よいしょ、持つかな。でその間にハマる、よかった、サソリとかじゃなくて、この野郎てめえ灰にしてくれるわ。よいしょ、オッケー、んで、はあ、結構時間経ったけど、あ、うん、あってなんだよ。なんかね、調べたところだと羊肉テイムでやると12個で、27分で、テイムができるみたいなんだけど、あのね、麻酔をね食わせすぎちゃって、もうすぐで耐性ついちゃうんだよね。これ一回ね、気絶度、この一番下のこの気絶度が、24,400 ってやつ、これ。これが、本当に24,400いっちゃうと、気絶、麻酔薬耐性がついちゃって、めっちゃ気絶治るの早くなっちゃうんだよね。うん。でもうそろそろこいつ体勢ついちゃうんで、食わせすぎちゃって。なのでもう、急遽、まだ、25分、今25分経ってんだけど、約25分、まあ大体20分ぐらいなので、一回もう羊を殺しちゃいます。12個だったら出るでしょ。よし、あれまだ上がる。まだ上がる、まだ上がる、よしよし、でこいつを一回こっち開いて戻る押すと、これがあるから、これで殺しますと。で Y バーンで食べる。12個出た、17 22 26 31 35 41 49 54 59 66 72 77 84な、あ、80、めっちゃ食ったな。めっちゃ出たわ。驚くほど出たわ。ビビるわ、この数。じゃあもう一回、よいしょ。で、もうバーンと入れちゃうか。もう入れちゃうわ。多分もうあれだから。目覚めちゃうから。体勢つくから。もう入れちゃう。もう時間との戦い。やべ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 、もう入れちゃいます、いきます。本当にいけんのかな。3219、壊せました。あ、違う、どうだろうか。一応必要なもんは持っとこう。あれ、これこんがり肉食っちゃった。
食っちゃったかな。ワンチャンこんがり肉1個食ったな。やべ、熱くなった。熱くなれよみたいな。おー、来たー、やったー、やったー。うわー、びっくりしたー。ギガノトテイム完了です。めっちゃ余ったなー、羊肉。いやほい、やりましたね。だいぶ余ったけどね、材料。うん、まあ余って悪いことはないからね。うん。いや、よきよき、全部拾うと動けなくなる。一回これ持たせちゃって、いや、よかったー、動けた。いやー、マジでよかった。いやー、パラサウロフスのおかげでね、ナルコベリーを取れたからね。で、それでね、一応もうワンチャン足りなかった時のためにこれも用意してね。黙々とやってたんだけど、いや、よかった。いや、いけるもんだな、マジで。脳筋プレイ、脳筋プレイいけますね。よかったー、これで拠点の守護神になってもらおう。いやー、全然物資余ったな。これ完全に100レベル単位のね、多分用意しちゃったと思うんだよね。いや、よかったー。で、ちゃんとね、公式サーバーなんでね、こういうものはテイムし終わったらしっかりね、こうやってお片付けしましょう。これがサーバーへのマナーですよ。で、鉄もったいないので持って帰ります。ケチいんで、僕、俺ケチいんで。うん、いや、よかったー、行ったぜ。でもサドルがね、作ってないんですよ、まだ。うえーい。いや、嬉しいな、嬉しいぞ。超絶嬉しい。で、パラサウロロフス、やっぱり良かったね、いてくれて良かった。うん、タゲ取りにも使えるし、いざって時にナルコベリー取れるし、うん、で、テイムしてる最中、ソナー、サーチ、オンにしておけば、余裕で他の恐竜とかね、プレイヤーとかサーチしてくれるんで、とっても便利、マジで。うほほほほ、おほほほ、でっけー、でっけー、おもてー。いやー、まあね、よかったよかった。いや、マジよかった。あれも壊さないと。ちょっと下ろして。スタックしてる、スタックしてる。ちょっとあれも壊さないんだけどね、一回止まって。いや、でもマジよかった。高レベじゃないけどさ。いやー、よかったー。テイム完了。やめたれー。いけ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 、ギガだったら勝てるだろ、余裕のよっちゃんでしょ。痛い痛い痛い、なかなかきつい、なかなかきつい。よいしょよいしょ。おーい、145点130点。ギガ大丈夫か、大丈夫か、お主は大丈夫か。あー、まあまあまあ、食らっちゃってますね。で、これはメレーあげればいいんだよね、確かね。いいよ、サッカーやろ。はい、というわけでですね、今回はこの辺で終わりにしていきたいと思います。まああれからね、追従させて無事にお家に帰ることができました。というわけでですね、今回はギガノトテイムでした。はい、まあね、一応なかなかいいやつらはテイムできてるんじゃないですかね。まああとはレベルって感じかな。うん、まあそこはおいおいとしてね。うん、あとはダンジョン攻略とか今度はしたいね。うん、はい、というわけで、じゃあね、今回はこの辺で締めさせていただきたいと思います。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。